矢部塚本町は、群馬県南東部、新田郡にあった、人口約1万9000の町である。2005年3月27日に、閉町した。古くは、気流の織物を支える養蚕の村々であった。1889年に矢部塚本町、山の神、大久保、六千国、寄合の六村が合併して成立した。その後、100年以上にわたり、 他の市町村との合併や、町域の変更、町名の変更などは行わなかった。もともとは、気流広域圏ではあったため、当時の町長であった小川喜一は、気流市との合併を検討していたが、気流広域は、気流協定の存続の是非について、気流市と日田郡笠家町が反目。大間ま笠家と合併するか、気流大田の中核市に加わるかという、 住民投票を行い、2005年3月28日に、旧大田市、新田郡小島町、新田郡新田町との合併により、大田市となり消滅した。距離的に、大田市街地より、霧生市街地に近く、方言や、生活地域などで、深い関係性を持っている。あと霧生市は、滅亡後にこの地区に多く移り住んだとされ、霧生が、多いようである。建造物など、 文化財も多く指定されている。なお、町名の塚の正式な表記は、作りの下部の3本の払いのうちした2本をまたぐ点が、入る、旧事態、である。約2万6千年以前、足したような土器や異物が作られていた。古墳時代には100基以上の古墳が作られていたということが確認されている。高速道路庁廃指示は高速道路は通っていない。2008年に、 北関東自動車道が開通し、旧町域に大田屋仏海インターチェンジが強用された。県道建造物海が彫刻候補資料。ありがとうございます。